皆さんこんにちは、シンガーソングランナーのスイです。夏暑くてスピードができなかった方、夏暑くて長い距離がたくさん走れなかった方、私自身がそうだったんですけど、10月はねレガシーハーフも走るし、11月は松本マラソンも走るしってことで、そろそろ長いのもスピードもやっていかなきゃいけないってところで、名古屋ウィメンズマラソンの後疲れててやる気がなくなった時に、結構この練習をやって長野もしっかりサブスリーできたっていういい練習があるので、今日はその練習を皆さんにご紹介したいと思います。それでは今日あの方お呼びしてます。白方コーチ。こんにちは、白方です。よろしくお願いします。白方コーチ、春にやったあの練習すごい良かったんで、はい、今日皆さんとシェアしていきたいんですけども、はいはい、ちょっと説明もどんな効能なのか、ね、どんな内容なのかお願いします。はい、今日はスピード持久力、まあ、実践的な走力を高める白方式インターバルというのをやっていきたいと思います。はい、はい、内容はですね、はい、今日は1キロスピード区間で1キロジョグ区間ということで、はい、通常はジョグ区間の方がね短いインターバルが多いと思うんですが、はい、持久力をメインに強化したいと思ってますから、はい、トータルね15キロから20キロの距離になる形でやっていきたいと思います。はいはい、1キロしっかり走って1キロちょっとジョグをするっていう。そうですね、1キロがね大体マラソンペースより15秒早いぐらい、うん、はい、でジョグ区間はそれより1分から1分半遅いぐらいっていうのが目安になるんですけども、はいはい、暑さだったりとかね、うん、まだ導入これからやるよってスイさんみたいにね、はい、これからやるよっていう方は1分半ぐらいゆっくり、はい、スピード区間よりね、うん、ゆっくり走ってもらっていいと思います。はい、なので今日の私の設定は、まあ、フルマラソンだとタブスリーペースの4分15だとしたら15秒引いたキロ4で1キロ走って、 で、はい、でその後はジョグがだいたい5分半ぐらいで、5分から5分半ぐらい で、はい、ちょっと余裕を持って走っていくっていう、そんな内容になっております。皆さんも一緒に頑張りましょう。このクルーズインターバル、白方式インターバルですね、やっていきますけれども、きつさですね、きつさの感覚でいうとちょっときつくなったりちょっと楽になったりっていうのを繰り返していく感じになっているとちょうどいいかなというふうに思います。コースはできるだけ走りやすいコースですね、あんまり坂道が急だったりすると速く走るの難しくなりますから、できるだけ楽にペースを刻めるコースがいいと思います。まず距離が分かるコースがいいですね。これ周回コースのように同じ負荷で回せる、そして周回だと給水もしっかり取れますので思います。ペース的にちょっときつく、きついようでちょっとかったら単純にペースを落としてもらっても大丈夫なので、そして、無理したスピードではない、フォームをキープできるスピードで行っていきましょう。心拍ゾーンとしては80% から 85% ぐらい、心拍数大体140から160ぐらいを目安にやっていただき、上がっても170ぐらいまでというふうにコントロールしていきましょう。高すぎる心拍数になってしまうと次の1本もペースを下げたとしても簡単に心拍数が上がってしまうので、特に 1,2,3 本目ぐらいはあまり張り切ってやりすぎずにペースを確認しながら走ってみてください。さすいさんもフォームキープできているペースで走れてますね。特に少し下りのあるコースだとその分楽できますので、リラックスしてスピードに乗っている、これがスピード持久力とフォームの強化につながるので、楽に速く走れるコースでペースを確認しながらやっていただきたいと思います。給水なんかもしっかりとってもらって構わないので、レストも焦らず、心拍数今度はレストの方は130から140ぐらいに落としている状態ですね。それぐらいのレストですね、完全に休んでしまわない方がこの練習の効果は高まると思います。さあ、まもなく1キロですね。でこの1キロ3分58、59、4分1、2、4分2、はい、ナイスラン。もう10キロ走ってるんだけど、この2キロで1本だから気持ちはまだ5キロって感じなんですけど、心拍はね171なんですね。ちょっと抑えたいですよね。はい、そうですね、上限いっぱいっていう感じなので、はい、やっぱりまだ導入期のところなので、はい、ただフォームはね結構キープできてるんで頑張ってる、はい、みんなが見てくれてるから頑張ってるよ。いや本当にでもこの練習が久しぶりにやったけど、やっぱ前と同じ感覚で、やる前も20キロって言われると、昨日の場で20キロ
ってよって言われてもすごい気が重いんですけど、なんか1キロ走って1キロ走って20キロになるって思うと、なんかね、感覚は10キロ走りに行く感覚で出かけて、これで今もやれてて、あと本当は20キロなんだけど、20キロ走ってる時の10キロであと半分かと思うんだけど、あと5分頑張ればいいやと思うのすごい気が楽で、皆さんにもおすすめしたいと思ってこの動画を撮ってるので、ぜひ20キロとは言わないので16キロとかでもいいですかね。そうですね、なかなか長い距離って1人でできないと思うので、ちょっと頭のスイッチを変えてこういう練習で長くやるのもいいんじゃないかなと思います。はい、あと5本できるかな。できるかな。できそうですね。できそうですね。目の前の1キロをね、こなしていけば、はい、いずれ終わるという感覚で、だからね、今もなんか5分半切って走ってるんですけど、うん、はい、なんか普段だったらキロ6以上で走ってるからゆっくり走ってる気分なんですけど、うん、5分半ぐらいで走れてるっていう。そうですね、はい、その前が速く走ってるんで、うん、動き的にはこう余裕があるから、そうですね、その分速く走れちゃいますね。あともし走力が少し違う人でやるとしても、うん、まあ、レストのジョグで追いついたりとかっていうのも、まあ、比較的しやすいかなと思って。入れてますね。10秒ぐらいの差全然。そうそうそう。それから少しね、ジョグ多めに速い方の人が走れば合わせられるんで。確かに。そんな感じでもいいかなと思います。カップル練習。おお、いいですね。向いてます。向いてますね。もう死ぬかと思って、まあ、ラストだから頑張れてるけど、8、9やばかったです。8、9来ますね。8、9やばかったです。こう疲れの波がね、来るのはこの練習の一つのポイントなんで、何回か重ねていくとね、これが変わってきますからね。特に導入のやり始めはまずね、本数をきっちりこなせることが非常に大事なので、3点フォームね、崩れない範囲でしっかり10本目まで走れてればバッチリだと思いますよ。休憩のジョグもね、練習の流れを大事にするんであれば、あんまり止まりすぎない方がいいので、給水もね、パッと済ませていくといいかなと思います。集中力の維持もこの練習にはかなり大きな要素になってきますね。気持ちの持ちようもかなり大事なので、ね、終わったら美味しいものを食べようとかね、目的もはっきりこう自分へのご褒美もイメージしながら最後走れるとやりきれるかなと思いますよ。さあラスト、はい、オッケー。多分ね、10キロぐらいさっきも走ってたんですけど、12、まだいける、14、5、6で、でも一応やってない距離入ってくると、うわ、あれみたいな。これね、みんなにお届けしようと思ってなかったら、16でやめてたかもしれない。あ、でも、白勝さんに言われた通り、はい、心拍見てね、ペース落としていいやっていうので、うん、暑さだったりね、戻し息っていうのもあるから、うん、焦らずキロ4じゃなくてもキロ5でもまあいい、1回に4分10とかなっちゃったけど、うん、それでもまあ今日は21っていうね、まあ、20をね、うん、こなすっていうのをメインに。そうそう、気が楽ってめっちゃ大事ですね。そうですね、うん、なんかもう1本やれって言われても、うん、今はまたやれると思うんですよ。でまたスタートの2、300でもう嫌だと思うんですよね、うんうん、だからちょっと余力残せてるかなみたいな。そうそうそう、よかったです。もう一本できるかなぐらいの距離でね、はい、とかスピード、そうですね、っていうのは結構マラソンには効いてくると思うので、はい、ありがとうございます。はい、非常にいい走りでしたね。石原コーチね、いろいろなお世話になってるんですけど、なんと私たち11月19日に、はい、広島にお伺いし、はい、行きます。行ってきます。はい、前後で白方コーチのパーソナルトレーニングとかの時間も設けてますし、はい、あとはイベントでもちろん歌わせてもらうし、みんなで白方コーチ の集団のねレッスンっていうのもあるし、みんなでジョブする時間もあるし、結構盛りだくさんやってますので、はい、広島の場所どこでしたっけ。はい、バルコン BMW スタジアム、バルコン BMW スタジアム、はい、はい、にてお待ちしておりますので、概要欄に、リンクを貼っておきます。そして翌日私は岡山の方で新見っていうとこなんですけど、千谷牛っていう牛も有名な場所なんですけど、そこに知り合いのお店があって何度かライブしに行ってるんですよ、うん、で岡山来てって何回か言われたんですけど、うん、岡山は私は昔行ってたって感じだったんで、ちょっと岡山の陣朝やって
岡山ライブっていうのも考えてますので、それも概要欄見ていただけたらと思います。山陽地方にお邪魔します。はい、楽しみですね。お願いします。お願いします。ありがとうございます。